前回までのニューポケモンスナップ。雪山のイルミナオーブをもらった。というところまででしたね。なので調査続行で、デュラスト、このヒエール雪原の探索をもう一回やっていきましょう。夜のレベル2が、あ、でもこっちは行ったのか。とりあえずイルミナオーブを使って、雪原のあれこれをいろいろやってみましょう。ですね。さて、まずはお昼。オーブを使ってみて。はい、大立ち。後ろは特にいないね。加速をしながら。ツンベアさん。おお、近くて、惜しい感じ。お、そうだ、これ光らせたらなんかないかな。お、出てきた。ん？なんだこれ？マニュアルいんのか。これお初ですね。マニュアさん、マニュアさん。何を探しているの？動きが早い。あ、どっか行ったし。ん？あれなんだ？あ、ウリムか。すごい登り方してんな。そういえば、ここのエアームドまだ取ってないんだよな。ウリムさん。ちょっと、勢いよく後ろから追いかけてみようか。ぶつけてみるが、特に何もないかな。マニューラ。さて、さて。これは近くで取れるかな？くっ。どうだ？どうだ？意地が悪いか。ウィムさん？おー、ずり落ちてる。でもなかなかいいショットじゃない？お、じゃあちょっとここ遠いけど、エアムド取っておこうか。レベル2だからか、マンムが前より多いような気が。マニュー。雪原のビビアン。あ、こんなところにもいるんだな。マンムーさんは？マンムーはイルミナオーブには反応しない感じか。お、リンゴには近づいてきてくれるが。お尻。ここもなんか巣穴なんだっけか？反応は特にないね。マンムー。さあ、ちょっと進んでみて。こっちは？あ、雪闇か。光ってー。近いけど、あんまり綺麗ではないかな。イルミナオーブをぶつけて反応するポケモンとそうでないポケモンが結構近い。違うね。この中は、お、エアード。近いねー。いいよ。光ってちょうだい。んー、だっせ。よし。リンゴいかが？お、雪目の子いるやん。やっぱいるんだな。あ、いいね。いいお食事シーンだよ。お、近い。近いぞ、雪わらし。いいぞ。これは多分、イルミナオーブで光ったら反応するんじゃない？あれ、反応しない。普通に寝てるわ。おりゃ。無理やり起こす。おー、幻想的。おー、粉雪かな？ちょっと怒ってるか。やっぱ野生だからか警戒心が高いんだな。ああいう動きをすると、あ、草むらからポケモンが飛び出してきたって言って戦闘になるのも頷けるというか。みんながみんな友好的なわけじゃないんだなっていうのを感じるね。転がっとるし。何やってんの？寝てはいないんだな。よいしょ。オーブとリンゴで。おお、めっちゃ近いや。いいね。コツン。ウィムさん？よし。これいいんじゃないかな。ポッチャー。このイルミナオーブには誰も反応してないかな？アローラロコン。ポッチャポッチャ。ダメか。おお、またツンベアが。光ってちょうだい。光れー。ん？今のポッチャマの鳴き声？ロコンっぽいな。何かを探している？キューコンはいないのかな？さてと、いろいろ撮りましたが、あんまり更新は期待できないかな？
やっぱりポーズ点がちょっと低めだったね。ツンベア？ちょっと顔だけだと大きさが足らないね。とりあえずお初なので。バニューラ。かなり遠いです。本当にたまたま取ったっていう感じがするね、これ。ウリム。何かぶつかったところか。何かぶつかったところなのか。俺リンゴ投げてないけどな、今回に関しては。エアームドも今回お初。ちゃんとリンゴをあげたところにしました。落ち着いている様子。リンゴを食べている様子ではないんだな。マンムー。気になるもの。気になるものがちゃんと被写体として残ってるっていうのがいいな。雪はみ、どこか行こうとしている。大きさが足りないね。雪わらし。大きさなかなかで、あ、そうか。前回のやつは向きが全然良くなかったんだな。なんかパッと見で左の方がよく感じるんだけど、あれ右の方に被写体の選択が入っちゃってるんですよね。さあ、雪目の子。これは氷技を放っている瞬間ですね。あまり見ないコードだ。ちょっと切り取る瞬間は微妙だったかな。でもかなりレアな瞬間でしたね。玉ざらし。急いでいるのかな？お、いいね。4000いったか。残しとこう。ぽっちゃぽっちゃー、どっか行こうとしているのかな？お、更新できたか。ツンベアが映ってるのとリンゴが2つ並んでるのも綺麗だからこっちがいいかな。さあ、ロコン。ちょっと遠すぎたかな。あれ、でもポーズでめっちゃいいな。ポーズでめっちゃいいのに、向きが悪すぎて、ほとんど変わらないというか、マイナスになるとは。さて、これで、雪山のイルミナポケモンについても何か情報が来るかな？新しい転送スポットが見つかったんだって？さすが助手、情報が早いね。今度の反応は、デュラス島のさらに奥、その地下から。離れ洞窟。地底探検か。洞窟はかなり深くまで続いているようなんだ。しっかり調査頼むよ。あれ、イルミナスポットとは違うのか。そしてどうした？博士から聞いた？浜辺の夜の調査に行ってもいいんだって。ほう。浜辺の夜って、あれか。あのピカチュウとかアローラライチュウがいたところだね。あっちも夜やってなかったのか。新エリ解放。まあなんか意味ありげに右、この辺空いてたからな。と思っていたけど、そう、虹色ビーチの夜。これまだだったんだよね。ビーチの昼はレベル3までやったのに解放されてなかったんですよね。どうしよっかな。まあ同時に解放されたし、順番的にはこっちの方がいいかな。離れ洞窟。洞窟ね。ズワッとがいるのかな。さあ、来ました。イルミナスポットではないんだよね。構えて、お、いいね。何かいるかい？バチュル。ちっちゃえ。これ大きく飛んで難しい。お、メルシーじゃん。メルシーいるとはな。想定外だったよ。で、なんか一瞬。お、クロバットいいね。あー、取れなかった。ズバットもいるのかな？バチュルー。大集合だね。ちょっと被写体をこっちの正面も向いてる方に変えて。クロバットを正面から綺麗に撮りたいな。加速は？まだいいかな。お、いいね、これ。逃げてちった。クロバット、クロバット。あ、でもクロバットはそうか、超音波とか使うし、サーチに反応するんじゃない？そうでもないか。場所が悪かった可能性もあるか。あ？え？何これ？え？何これ？リンゴとか当てたらなんかあるのか？まがまがしいな。お、ウォーグル。寝ている。クロバットこれ狙えないかな？真正面から撮りたい。お、いい感じかな？ちょっとこっち向いてないけどね。鬼ゴーリラ。当たった。誰に狙われているのか分からなくて、もやっとしている頃だろう。ほらー。お、見つかった、見つかった。お、なんでこのクロバットの数は？すげえ。
超密集してんな。グレッグルだ。グレッグルさん、めっちゃ上から見下ろすね、これ。音楽は関係ない？サーチに、お、ちょっとこっち見た。いいね。もう一回こっち見て。おー、いいね。向きがいいけど、ちょっと体の大きさあれかな？グレッグル。もう一回4膨らませてほしいな。お、おー、いいね、いいね、いいね。こっち向いて。もう一回向いて。ものすごいポーズ取ってくれるな。やっぱびっくりするんだろうな、サーチの音は。他はいないかな。ちょっとゴーグル取り逃したけど。なかなか物静かな感じ。闇ラミだ。闇ラミも当然分かった。お、おー、いいね。正面から綺麗に見えてるよ。サーチには反応しないかな？イルミナオーブで、体の宝石が綺麗に光ってる感じ。ゲンガー。闇闇ちょっと隠れ気味だね。ゲー。あ、もしかしてあの闇のあれはゲンガーだったのかな？写真に撮られたくない感じかい？ん？石すべて。でもこっちにも何かある？なんだこれ。珍しい鉱石が含まれている。なんだろう、闇闇のことかな。ラムパルトだ。化石ポケモンめっちゃフューチャーされてんな、このゲーム。お、いいよ、いいポーズだよ。でもちょっと遠いかな。クロバットと喧嘩してんのか。クロバットに勝ち目ない気がするけどな。そうでもないのか。ランパルトさん。ちょっと近すぎるかな？逃げていきそうか。またゲンガーの闇が見えたな。でもちょっと警戒気味か。あ、なんだこれは。え、取ってしまえ、取ってしまえ。恥ずかしがりやめ。これもゲンガーの穴かな？サーチ。あ、一応反応するんだな。よし、石つぶて。落ちろ落ちろ落ちろ石つぶて。降りないな。あとはどうかな。やっぱり探索レベルが低いうちだと、ちょっとゴールの方は少し寂しいなっていう感じかな。クロバットさん？お、サーチにちょっと反応したかな。まあ一周目だしな、こんなもんか。洞窟はこれ、多分昼とか関係ないんだろうな。ということはもうこれは、ここだけでコースが広がっていく感じかな。うん、ぼちぼち。大きさやっぱりもう少し近くで撮りたいかな。メルシー。メルシーも上手に撮れるポイントがあるといいな。小さすぎたか。ラムパルド。かなり元気のいいポーズですね。他のポケモンはちょっと小さめですが、4000点は超えました。クロバット。これもなかなか劇的だったというか、たまたまにしたらそこそこいい感じがするね。この繋がってる感じ。どういう評価になるかな？ポーズ点は微妙か。あれー、案外に伸びなかった。向きがあんまり良くなかったかな？鬼ごい。興味深い行動。ただもうちょっと高く評価される瞬間があったっぽいな、これも。グレックルさん。びっくり状態です。全身綺麗に映ってるんでいいかなと思ったんですが。おう、なかなかいいね。闇ラミー。ちょっとまだ遠いね。ゲンガー。正面でびっくりしているところ。おお、向き位置はほぼ完璧だね。洞窟の調査レベルを2になするまで、ちょっと頑張りたい。お、玄関いたんだな、ここ。なるほど。ちょっと、お、この辺もなんか怪しいな。クロバット、あー、ちょっと今、正面から取れそうだったな、今。バチロを追い立てているのか。バチル近くで取れねえかな。ここは、お、クロバット、いい位置だったんだけど、ちょっとカメラの動きが遅かった。メシ？こっち見て、こっち向いて。
案外反応しないな。こっち向いて。おー、ぶつかってる。お、反応するね。一応リンゴ食べられるんだな。ちょっとこれを取っておこうか。これで光るとなんかあるかな？当たった。ん？コイキング？なぜコイキングがこんなところに？ん？ん？ん？クロバット、近いな。そしてグレッグルがいろいろやっているけど、あ、この辺にもいろいろいいじゃん。なんだこれは。寝ているぞ。おやすみグレッグルだな。さあ、クリスタフラワー光らせて、反応はないかな。この辺にはいないね。ヤミラミ近くで撮りたいな。ちょっと加速するよ。ヤミラミ。ヤミラミ。ヤミー。行かないで。行かないで。逃げるな。あ、ちょっと待って、これクリスタフラワーがあるということは、光らせれば、いけるのでは。どうだ、光った。光ったか？おお！ウォンバット！まさかのだな。なるほど、確かに洞窟っぽいな。だから逆にズバットはいないんだな。クロバットはいるけどっていう感じか。ちょっと加速して、ラムパルドに近づく。どうだい？かなり正面から撮ったよ。はい、コツンとぶつけて。センサー？お、反応するね。おー、これいいね。今回はあんまりいろんな種類取れてないな。あ、ゲンガニ、ゲンガニ。ちょっと加速して。よし。この2の状況を取るよ。このラムパルドもちょっと気になるんだけどな。石筆さん？この石筆って剥がせねえかな。3、4、5、6、7、8、9、10。ダメです。10回ぶつけても落ちない。ってことは多分無理でしょうね。ラムパルドになんかやってもらったりとか？そういうのもないかな。クロバットさん？お、ちょっと反応した。クロバットさん？クロバットさん？お、いいね、いいね、いいね。めっちゃ見てるね。よしよしよし。何回かやれば一応こっち向いてくれるっぽいな、クロバットも。鏡ミーズチェック。ゲンガーさん、興味深い行動。闇から出てくるっていうのかな。ゲンガー的には日常の瞬間なのだろうか。メリシー、やっぱ遠いね。ウォーグル。ちょっとな、雪原のあの近くで撮れる感じは、今回はなかったね。コイキング。これもちょっと遠すぎるか。そこそこ良かったんだけどね。クロバット。お、いいね。更新で4000点超え。さあ、グレッグルさん、星1の眠っているところ。なかなか優雅な寝方してるな。余裕があるよね。そしてまさかのウォンバット。レベルが上がったらウォンバーンも出てくるかもしれないね。風景も良かった。ああ、光ってる感じがいいね。で、他のポケモン、ちょっと小さいのかな？位置が良ければ他のポケモン点も一気に上がりそうな感じがするね、これ。可能性の瞬間。ランポルドはお食事シーンです。ちょっと向きがあるかな？でもまあまあ、大きさはね、綺麗に全身映ってるからね。結構お気に入りよ。で、石つぶて。これ後ろ向いてんだよな。やはり向きが足りなかったね。でも石つぶて一回も取ってなかったっけ？話が進むかどうかと思いきや、そっちはないのか。博士はここで研究やメカの開発を行っているんだって。ほとんど住んでいるレベルか。私たちが集めたデータはそこのサーバーにどんどん溜まっていく。そのデータを使っていろんなことができる。フォト図鑑、あ、そういえばこれまだ見てなかったな。自分で撮った写真で作る図鑑が見れるよ。自分だけのフォト図鑑。マイスペース。アルバムの記録を見たり、冒険の記録を見れたりする。アルバムの写真は過去もできるんだよ。オンライン。
オンラインではインターネットを使って世界中のあなたの友達が、世界中の友達の写真が見られる。インター写真にはメダルを送ることができるんだよ。リンゴメダルって言ってもっともらうと嬉しいから君も送ってみてね。各スコアのランキングを見れたりするよ。リンゴメダルもらえるような、すげえ写真か、狙ってみたいね。